どうも、お疲れ様です。4月17日水曜日、朝6時30分の相場解説になります。とは言ってもね、テクニカルで語ることはちょっと今週は難しいなと思います。報道までということになります。えー、とりあえず、えー、数時間前ですけども、4月17日水曜日、日本時間で深夜3時15分、パウエル FRB 議長が、利下げへの姿勢を後退させたよってことをね、言われております。えー、アメリカの 金利高の政策っていうのは長期化も維持されるよってことですよね。というのが今年利下げに向かうかと思ったらそれをやめてですね、まあ今年いっぱいは高い金利を続けていくっていうふうに宣言したのも同じなんですよ。もちろん今後の変更があり得るとも思いますけどもね。そうなるとこの円安っていうのはこれからもどんどん進んでいくってことが考えられます。あとはね、あの、神田財務官とアメリカの財務官が珍しく 電話会議をしていてでこのね急速な円安ドル高に対して何か策を打とうかっていうふうに相談したと思うんですがしかしですねちょっとそれがどうもうまくいってないのか介入が計画されてないのかなとその辺もちょっと報道を待たなければいけませんあとはだからね今週結構ファンダメンタルなんですよね。 うん、まあということでもうちょっとテクニカル的な分析不可能なんで、うん、これはねあの当てずっぽうみたいになっちゃいますよテクニカルでポジションを持とうと思うと、うん、私の立場からはエントリーをかけるべきではないそんな1週間になるよとやっぱこういうふうな大きな報道ってのが二点三点しますからね日銀からも何か見解が出るかもしれませんし財務大臣からも何かねあの発言があるかもしれません ちょっとこう、今は触らない方がいいと思います。惜しいですけどもね。はい。じゃあ本日は以上です。えー、ちょっと待つってことになりますので、うん、途中で私の方からね、解説も申し上げられませんから、うん、次の放送は FX オリガルヒ。まあ例外的になるんですけども、まとめの放送でお会いするってことにさしておいてください。それでは。